今ちょっと疲れてるんで。まあ次も頑張ってきます。ちょっと失礼します。はい。対戦。おお。うん。対戦始まった。そうそうそう。呼ばれたらまあ行けばいい。ルカリオメタナイト。ルカリオメタナイト。いや、どっちも闇じゃないですか。そうなの？そうなの？個人的にはね。シークが本当？空下から空前で連携を取っていくと。まあ、これおそらくスタイルとしてはメタナイト側がしっかりストック残してルカリオがどんどん前に出てあっという間に殺人兵器に行かないかろうっていうそういうタイプで、チャンマンがあればウェビー狙っちゃう。そうですね、確かに。あ、おっと配信が大丈夫か。ルカリオが 41% まだ大丈夫だが、多分あれこれ 80% ぐらいになってくるともうダメなんですね。ハリと空下でルカリオ固めていって一気に 82%。さあルカリオシークピーチも連携の塊って感じですね。そうですね、確かに硬直が長くてある程度と 57% だな。えちょっとどこ行ってんの。ルカリオが一気にルーペに。これもシークはルカリオに殺されるパーセントですよ。ピーチのパラソルも普通にバーストそうですね。今結構怪しかったですね。今死ぬかしないかかなりでかいと思います。今死んでたらかなりヤバかったんじゃないですか。クエネで浮いたところ、ハリで浮いたところしっかり連携決めていってメタナイトがすかさずルカリオを助けに行く。どん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 ルカリオが怒ってきてる。お下投げからウェビーギリギリ死なずルカリオが前に出てくるぞ。空後ろで後ろで、おお今殺せなかったの若干痛いですね。ウェビーが制御できない。もううわスマッシュ一般していってシークが今何パーでした。100パーぐらいで死にました。100パーぐらい死にましたね。しかもなんかホムコンぐらい飛んでったね。はいはい、妖怪でさあメタナイト、はい、ルカリオ自身がもう、はい、ちょっと闇要素あるんじゃないですか。そうですね。ルカリオが戻ってくるのをしっかりメタナイトはまずメタナイト 80% まだまだバースト拒否ができるパーセントか。これは状況ボンボンぐらいです。そうですね。ゴブだとまずいんですよね。結構ゴブだとルカリオ側がちょっと気持ちが楽になるじゃない。後半になるにつれルカリオ強くなってくる。前投げから上投げギリギリ死なずシークが針で相手を散らそうとするがでかい波動弾が飛んできてルカリオ今何パー？ 68% 結構やばいんじゃないですか。ニッソの 68% って結構やばいですよ。まあ、ピーチは間違いなく殺せるパーセントでしょうね。何かしらの攻撃もうすでに横火がスマブラの半分ぐらい範囲あります。そうほかほかピーチの空前非常に飛びますね。これ横スマッシュ当たってしまって横スマッシュ当たって復帰阻止がうまいぞシーク。どうする超魚を当てにいくがそうかあとが一気になくなっていく。これ結局 47% でもなんか横スマッシュとか食らったらヤバいんじゃないですか、ね、死にます。おっと針が飛んできてこのレーザービーム横火飛び道具なんですよね。もうこれ一応つかみ技なんですよ、ね、そうそうそう横気を当たってしまって危ない危ない。どうもっと会場盛り上がってて空城ね空城ねもっと危ねえこれ飛びすぎシークがもうバーストバーピーチもバーストバー 57% 7でこんな飛んでんのこれおかしいでしょこれ。ノックバックがすごすぎて反角難しい。反角がまあほぼないでしょうねこれ。さあクエネーから浮かせていってクエネー吹っ飛ばしがよ。おっガーキャンウィスマうまいですね今の反撃。うまいですね。というか今の本当にするんですね。今かなりずれてましたけど。そうですね。ルカリオが死んでしまうと若干これはうわっ下火で連携をしていく。とてつもないという技でした、ね、そうですね分かってますね。太いのベクトルこうやって連携で強い技を当てるっていうのは非常に大事になってますね。先ほどの練習したんでしょうね、はい、イーサンのルフレにも なんか見られましたけどね。あの空非常に強いんですねあのキャラめっちゃ強いです、ねはい、だからそこ連携で合わせやすくて空だけうわ空前でシークをバーストしたがその後隙狩りを空前で狩られてしまって死んでしまう。もう船の空は修正前の DD の次に強いと思ってる。はい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 、そうですね確かに本当に強いですね。前に広いんですよね。前に広い駆け上がり食う前とか普通に通りますもんね。これはまあシーク C1 がウッドガルカリをバーストしてしまってやはりこのお互い
1ストック最後になったら何とかしてルカリを先に殺さないといけないんですよね。しっかり反転後ろ投げ、おっと上投げをやろう。空下から空前、まだメタないと闇あるんで分かんないですよ。そうですよ。リエからと1段目本当たりしてしまったため2段目は当たらず、チャガイヒしっかり空下合わせていって浮いたところを、シークの技って、おこれ強いですね。冬でジャンプを抑制しつつ相手を針でガード固めさせると。クマ当たったらやばい。これもクラウンで死にますよ。これかなりプレッシャーのかかるやり方ですね。あれジャンプにしっかりクエネで差し返していって、これはメタないと厳しいか。どうやってバーストする。まずストック追いつかないといけないですから。これ DA の後付けが非常に狩りづらいと、今はまあ選択は悪くなかったですね。ただちょっと後ろに下がるのを読めてなかったですかね。バイヒはしっかり針で勝っていって、この状況強くないですか。これちょっと闇ですねこれまあでも2対1って結構なんでね。結局無理や、はい、針で浮いたところクエネ合わせていくがギリギリかさたり、この詰め方がすごい上手です。そうですね、まあ、メタナイトが台を待つしかないかもわからないですね。これは回避通して後ろ投げ、ハート付きが少ないため借りづらい。でも最大ほかほかだから何が起こるかまだ分からない。全然、おこれは横木は飛びすぎ、飛ぶんですよね。なんか飛ぶようになったっぽいですね。回避から横スマッシュ下3、下3裏当てになって空下で回避かかっていって、ちょっとこれもはやパーセント怪しいですよ。横火ぶっ放していくな、うまい。ギリギリでのバーストでした。危なかったですね。危なかったですね。2対1でもまだ分からない。しかもあの上投げに判定があるじゃないですか、はい、あの判定知らないと食らっちゃいますから、はい、あれ当たると死にますか、ね、死にます上投げしかも今回飛ぶんですかね。めちゃめちゃ130ぐらいで敵殺せるんですよね、きっと。普通に台もあったら本当一瞬で倒せる。はい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 、3つぐらい飛ぶんですよね。飛びますと後付き駆られづらいのは美味しいですよね。美味しい。まあでも結局あのその判定出し終わった後に一回着地してふわってなるところに空前とか上澄ましぐらいは当たっちゃうんですよ、まあ、あのままビタってなってたら、はい、やばかったですよ、うん、シーン君思いっきり上澄ま狙ってましたからね。そうですね、ちょっと縦横軸がしっかり合わさってたクリーンヒットで死んでましたね、はい、まあ次は修正してくるかもわかんないですね。違う、ルカリオ・メタナイトは次はどこのステージを選んでくるかと。今回もしかしたら、はい、自分のマイステージのハルバードだったりする。ああ、ありえますね。ただどうなんでしょうね、まあ、あの自分たちもそう死にやすくなっちゃうんで、あんまりこのルカリオ側は選びたがらないと思うんですよ。ああ、ダックハント、はい、お、ダックハントある程度広いんですよね。ここはなんか見た目に関して広いんですよ。そうですね、コンゴジャングルほどではないが広いって感じです。コンゴジャングルはあれ全ステージの中で一番広くないですか、普通使える中で。そうですねそうですね、今回の選択肢の中で一番広いと思います。まあ選択肢はある程度ルールをちょっと確認していただいて、我々もどこだっけって感じなんでさあ連携合わせていて、ピーチがあっという間に 36% とか言ってるうちにルカリオがもう 90% 近い。さすがに前衛で突っ込むの、そう、あっと上火暴発してしまって、まあでもルカリオはそんなにショックを受けることはないですよ ね、これ工場で相当 0% で波動が溜まった状態になる。そうわざと死ぬ人もたまにいますから ね、回復チームとかだと。まあ回復できないんでそこまでやる必要はないんですけど、さあ波動弾めからしっかり回避を読んで空下したところを回避じゃなくて相手の針が当たってしまって確定してる。シングルカリオナがもう空後ろでバストのやってるぞ。崖に追い込まれてしまってまた空上で浮かせて、さすがにシークの立ち回りはきついか。そうですね、横 B はギリギリ死なず、55% でギリギリ死なないってなんなんでしょうね。弾がロッキコンぐらいでかいですよ、はい弱々で固めていって上スマッシュでしっかり連携、ちょっとメタナイト今ガート隙狩りを見せてしまったか。
あの判断難しいですよね。相手からも相方もろとも逃げした方がいい場合じゃないですか。そういう判断がかなり難しいんで、まあ下行とかね、私からない技である程度ダメージ稼いでおくっていうのもありですからね。飼育側が今もう 77% なんで、ルカイオンに何かしら攻撃が当たるとこれはバーストしてしまうんじゃないかとか言ってるうちに、ちょっとメタナイトのバーストフィニング噛み合ってますね、今回は。そうですね、まだ 51% っていうことは、明らかにこれはルカイオンに質速を渡す状況です。後付き狩り、竜巻狙っていくが、さあ、クーマイ当たってしまって、フッコシが非常に強い。今美味しいですよ、美味しいですね。後ろにずらした瞬間当たりました、ね、そうですね、ベクエンが明らかに悪い方でしたね。メタナイトシャトルっぱなしに当たるぞ。これはメタルカリオ若干厳しいストックになってきたが、まだわからないですね。これまだわかんないです。 55% ってことは殺せますからね。おっと海に暴れていったのか。今はもう狙ってましたね。はい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 、空城空城ですよ。まあ普通の空城でも死んでますね。今の弱々で相手のガード固めていって、この場合もうワンチャンのカウンター狙っていくのもありだと思いますけど、ね、ああ確かに今作なんかカウンター系非常にふとし強いんですよね。そうなんですよね、はい、しかもルカリオって弱とか関係ないじゃないですか。はいはいはい、俺この間ロイ使ってて敵アイクだったんですよ、はい、アイクにカウンターされたら自分 40% でなんか横綱勝ってアイクのカウンターアップデートのたびに強くなってホッとした上から上にしっかり合わせていって相手バースト。しかしながらそれでも未だ1ストックが厳しい。よっと横はあんまり広くないですよね。そうなんですよ、ここ上もまあまあ広いです。そうそう、空城が飛ぶがギリギリ死なず、さあしっかり竜巻見てから回避で上がってくる。あどうだね、ガードがどんどん削れていって割れてしまって、しかし割れるの早い。今作ガードブレイクの後着地するまで無敵に切れないんですよね。そうですよね、押し出したりできますから、ね、そうピーチが強気にストック差を生かして前に出ていって、サムラから波動弾を打つトイドング見えないのは非常に優秀ですよね、このステージ。さあ横スマッシュ回避を読んで打っていくのが当たるぞ。ルカリオはもはやバースト厳しいパーセントになってきた。さあ DA でバースト、あそうだ DA なんか飛ぶんですよね。なんかめちゃめちゃ飛びましたね今。なんかもうこれ本当にワンチャン出てきました、ね、なんでいつもにこんな飛ぶようになってんのってぐらい飛んでる。全然ありますねこれ。ありますね。ピーチが多分あと 2,30 パー溜まったらもう全然バーストパーセントになります、ね、これは着地狩り横尾横スマッシュ合わせていくが当たらず、これハッケーでも全然殺せんじゃないですかピーチ。やばいぞこれは、完全にバーストパーセントになった。さあルカリオ側は冷静に、あ冷静に空前合わせていく、飛ばされたところしっかり空前でバーストさせてもらって、ギガクエクエコンボはギリギリ当たらず、動きがあるんでちょっと、そうですね、読み合い発生します。一旦このまあてかあるんですよね、この大上町一気に降りてきて、さあ後隙がほぼ少ない。先ほどと同じ状況ですね。全く同じ状況になりました、はい、ただまあ今回はシークがやっぱパーセント低いんで全員に出てます、ね、はい、そうですね、かけばいいしっかり、冷静に弱々から掴み狙っていく。おっと今後ろ投げを合わせる、あパラソルでバーストでした、はい、今後ろ投げクラウン合わせようとしたところ、そうです、ね、推進君が読み合いしに行ってきました、ね、というところでギリギリの勝負を梅木シャドウが取っていくと。真空ピーチで多分相当緊張したと思いますね。そうですねやっぱじゃあそろそろ実況の方を誰かさんと交代しようかななんて思ってるんですが、